昨シーズン最終順位4位だった馬佐治。今日は選手や監督などチームの関係者が大分市の春日神社を訪れ、今シーズンの必勝を祈願しました。今シーズンは優勝という言葉を目標にチーム作りをし、チームとしては一致団結をして戦っていきたいと思います。馬佐治は来月1日アウェーで開幕を迎え、ホームの開幕戦は来月9日、昨シーズンの王者名古屋オーシャンズと対戦します。